おはようございます。速稼塾の皆様、速稼塾の久保でございます。そして視聴者の皆様、おはようございます。隠居 TV の久保でございます。今日は4月17日なんですが、ちょっとね、私の放送に更年期障害というキーワードでコメントがありましたので、まあこちらについてね、私の考え方と私がどのように更年期障害に向かっていってるのかってことをお話ししようかと思います。きっと40代、50代の皆様の参考になると思います。まあ、更年期障害っていうのはね、女性に多くかかると言われておりましたが、実はね、同じように男性も更年期障害になるんですよね。それが長い間、男性の場合は、まあ、老化ですとかね、仕事上のストレスとか、性格の変化とかっていうふうなことでごまかされていたんですけども、よくよく研究してみると、あ、これは、更年期障害によるこうバランスの変化なんだってことが分かってきたんですよね。で、更年期障害はだいたい40代から50代を境に始まっていく傾向が多いんですよ。ですので、ちょうどお仕事をされている方が一定の役職に就いたりとかね、責任感を持って、その責任をすごく肩に感じる世代ですよね。そういったところから更年期障害に類する症状が現れてきてるんじゃないかなっていうふうに、先入観として思われていたんですけども、研究をしてみるとそうではないよということが分かりました。つまり、仕事を抱えていようが、抱えていまいが、同じように、ある一定の生活のリスクを抱えていると、更年期障害にはなっていくんだよっていうことなんですよね。ということは、対策があるってことなんですよ。更年期障害にならないようにする対策。これを20代や30代の頃からやっていけるのかどうか、もしくは更年期障害にかかった場合、どのような対処療法があるのかってことを知っておくだけで、落ち着いてこの更年期障害にも克服していけるってことになると思うんですね。はい、そしてまずね、更年期障害っていうのは一体何なのかなってことからおさらいしてみようかと思います。更年期障害っていうのは、男性ホルモン、男性の場合はね、男性ホルモンの値が低いことによって起きてくるんですよ。つまり、年齢とともに男性ホルモンは減少していきますし、生活習慣や食事によっても男性ホルモンってのは低下していくんですよね。だから、男性ホルモンが低下しないような考え方や食事の取り方、運動習慣、仕事、精神状態、人付き合いってものを10代、20代、30代と順番に構築していけば、更年期障害のリスクを極限に減らすことができるってことなんですよ。つまり、こういうことなんですよね。例えて言うと、ポキンと骨折することって人はあると思うんですけども、骨折のリスクを減らすための行動っていろいろあると思いませんか？例えば、急激に激しい運動をしないとか、高いところから落ちるようなことをしないとか、突然重いものがぶつかるような習慣を持たないとかね。そうすることによって、自分の危険リスクを避けることができて、もしくは防御することですよね。ここにプロテクターをつけておくとか。そうするとぶつかっても、プロテクターのおかげで骨折することはありません。という形で、事前に予防策を練っておくっていうのも一つの方法です。と同じように、更年期障害が起きないように、様々な事前準備をすることによって、そして行動を変えることによって、更年期障害どころか、年を取れば取るほど、ますます元気でやる気に満ちた人生が送っていけるってことになります。そして、今回のテーマである更年期障害なんですけども、男性ホルモンが減少すると起きやすいということが一つ分かってるんですよね。で、男性ホルモンが減少すると、まずどういうことが起きるかっていうと、不安が強くなったりとかね、やる気とか記憶力が低下したり、そして、まあ性欲も低下してくるんですよね。だから60代になっても70代になっても、まあ性的にやる気満々っていう男性はいるわけですよ。でも、通常40代半ばあたりからだんだんとね、そちらの方の欲望なり、それから意欲がなくなってきて、そのための活動もなくなってきます。もちろん、なくなること自体が悪いということではありませんけども、ただその原因としてですね、男性ホルモンが低下していったりとか、そして二次的三次的にパートナーとの関係が悪くなってしまえば、これは問題が起きてきますんでね。ですんで、できればね、いつまでもいろんな意味で元気でいたいなというのが、まあ男性の正直なところじゃないかなと思います。ちょっと下世話な話をしますと、朝起きた時に、まあ例のところがね、どういうふうな状態かによって、自分のコンディションとかね、自信とかにもつながってくるんで、やっぱりね、50代になっても、女の子に、こう、お世辞の一つも言えるぐらいの、まあ、性的なね、アクティビティはあってもいいんじゃないかなと思います。もう完全に、いわゆる、
枯れてしまうっていうかね、もうそっちの方面はもう何も関係ないですよみたいなことになっちゃうよりも、やっぱりね、50代の男として30代や40代、時によっては自分よりも年上のね、60代、70代の女性に、女性としてのエスコートを提供できるっていうのは、いろんな意味でのダンディズムであったり、まあ男のね、武士道とか騎士道にも通じるところがあって、いや、私は失いたくないなと思いますね。で、私の場合はまあ奥さんがいますんで、生涯奥さんを毎日口説いていこうかなというところで、男性ホルモンはもっともっとね、貴重なものだと思ってるわけなんですよね。はい。じゃあちょっと一旦コメント読ませさせてもらいます。愛香さんどうもおはようございます。今日もよろしくお願いします。吉見さんおはようございます。時すでに、お寿司のテーマです。いやいや、もうなんかね、どう考えていくかっていうね、考え方も広めていきましょう。清美さんおはようございます。シエリさん待ってるよー。あ、清美さん、どうもおはようございます。今日、清美さんのタコ丸さんにお邪魔しようかと思いますので、もしね、お昼ぐらいに、パトランプが回ってるようでしたら嬉しいです。今日も3ついただこうかなと思ってますけどもね。お、しげみさんも今日も来ていただきましたね。今日はね、更年期障害ということで、私自身のテーマでもあるんでお話しております。それではテーマを戻しますね。で、この更年期障害の原因たる男性ホルモンの低下なんですけども、なんで男性ホルモンが低下するかっていうとね、まあ筋力とか骨も弱くなってしまって、それにも関係するんですけども、原因としてはやっぱりストレスが大きく関わってくることがあるんですよね。このストレスも後でお話しますけども、2種類あって、いいストレスと悪いストレスってあるんですよ。で、そのいいストレスなら逆に更年期障害を避けるばかりか、いろんな気力や、まあ、性的な欲求がすごくね、復活してきて、まあいわゆる若さを取り持つ状態になっていくんですよ。だから実はね、このいいストレスをどう取り入れていくかってことがポイントになるわけですよね。はい。じゃあちょっとストレスのことについてお話しましょうか。あ、コウジさんどうもおはようございます。今日もよろしくお願いします。ね、例のプロジェクトも私ちょっと進めてますんでね、コウジさん。また相談させてください。はい。清美さん。吉見さんおはようございます。はい。ヤマト君に会えると元気になります。ヤマト君ね。ね、私もね、元気になりますね。いつもね。今日も私のこう、手を取ってね、ここで寝てましたけど、こっそり抜け出していって、このライブ放送に及んでおります。はい。で、ストレスなんですけども、同じストレスってあるじゃないですか。ずっと解消されないストレス。例えば、誰かね、自分に攻撃をしてくる人がいて、その人がストレスになるとか、ずっと歯が痛くって、もう1ヶ月も歯が痛くて悩んでるとかね。それから屋根の修理がしたいんだけども、見るたんびに気になるなーっていうのをずっと続けていく。つまり、同じストレス。ずっと同じストレスでお悩みの方、これはね、ちょっと危険です。同じストレスが解消できないまま、そのストレスが継続していることっていうのは、悪いストレス、悪影響なんですよ。これは排除していかないと、やばいということになります。この延長線上にあるのが、更年期障害ってなりますんで、じゃあどういうストレスがいいのかってことですけどね。違うストレスが次々とやってきて、一つこっちのストレスを解消したら、また次のストレスがやってくるっていう状態です。つまりは、小さなストレスを解消しちゃこっちの小さなストレスがあるみたいなことで、ロールプレイングゲーム型っていうふうにね、私名付けてるんですよ。こういうふうに次から次へと新しい敵が現れてくるんだけども、現れるたんびに排除して解決できる。つまり克服できているってことなんですよ。小さなストレスを全部克服しながら次のストレスに向かっていくっていうのは、ロールプレイングのように、やる気とか満足感とか達成感とかが充実してきて、成長とか自己承認欲求に良い影響を与えていくんですよね。どんな敵でも勝ってこいっていう状態になるんですよ。でも同じストレスが続くってことは、問題解決できないその負担がずっと重くのしかかるってことなんで、やっぱり自己否定感にもつながってくるんですよね。あ、コウジさんも皆さんにご挨拶されてますね。ありがとうございます。はい。で、この更年期障害なんですけども、実はね、私もそうだったんですけども、年のせいにしてしまうんですよね、人ってのは。でも違うよってことなんですよ。年齢に関わらず、更年期障害がやってくるってことなんですよ。じゃあ、10代でも来るんですかって言ったら、10代でも始まります。ね、年齢がもし更年期障害の原因だとしたら、なんで70代の方は全員なってないんですかってことになるんですよ。だつまりね、生き方に問題があるってことなのかもしれませんね。更年期障害の症状は他にも、汗がいっぱい出たりとか、全身の倦怠感とかね、筋肉とか関節が痛んだりするとかね、筋力低下とか、頭痛とかめまい、それから耳鳴りとか、頻尿などがあるらしいんですよ。で、精神状態的には更年期障害は不眠であったりね、無気力であったり、イライラしたり、まあ性欲が減退したりとか、集中力とか記憶力が低下するってことがあるんで、年だから記憶力がなくなるわけではなくって、更年期障害が発症してきてるから記憶の、
まあ、悪さとかね、それから集中力の低下につながっていくという状態になるそうです。ここまで分かってきたんですね。そして、うつの症状が出るっていうのも、これもあるんですよ。例えばね、更年期障害じゃないけども、うつになってしまう、よくある例っていうのが、会社で充実した人生を送ってきて、課長になり部長になり、で、引退しますよね。引退の年齢が60代とします。会社では何十人、何百人の部下と、それから会社のいろんなリソースを使ってきて、取引先からも尊重されてきた立場の人が、いきなりその職を失ってね、退職すると、急にやることがなくなって、今まで求められてた自分が、近所の人に、家族に、誰にも求められなくなってくるんですよね。そして、自分はずっと重い仕事をやってきたはずなのに、なんで社会ではこんなに受け入れられないんだろうっていう自信の低下から、更年期障害になってしまうってこともあるんですよね。突然なってしまうんですよね。だから、自分の両足をどこに向けるかなんですよ。自分の人生は、会社にいる以上は、会社に、仕事にあるかもしれませんけども、自分の人生の足場ってのは、あくまでも、会社なんてなくったって、踏ん張っていけるところがあるんだってものを、早めに見つけることによってね、要は若い頃の趣味に戻っていったりとか、それから、奥さんと、家族との暮らしを取り戻すとかね、そんな形で、60代以降を過ごすと、更年期障害をずっと避けることができるそうなんですよ。まあそうは言ってもね、ある一定の年齢になったら、更年期障害のリスクが高まるっていう事実もあるんですよ。ですんで、更年期障害の年齢は何歳ぐらいから始まるのかってことも、ちょっといろいろと調べてみたらですね、更年期障害は実は30代の後半から70代近くまでがボリュームゾーンらしいんですよ。かなり広い年齢だと言えます。ですんで、30代後半から70代ぐらいまでは、更年期障害にかかるリスクを日々意識しながら、対策を練っていった方がいいのかなと思いますし、できればね、更年期障害にならないような習慣を20代のあたりで身につけておくといいんじゃないかなと思います。まあ、ですのでよく言われますけども、これ自衛隊の方っていうのはね、それから警察官の方っていうのはすごく規則正しい暮らしを送ってるんで、そのまんま20代でその習慣が身につくと、なんか70代ぐらいまでそのまんま、ものすごく強靭な体を維持していけるらしいんですよ。生活習慣もほとんど変えずにいけるらしいんですよね。まあもちろん他の仕事でもそういうことってあり得ると思いますけどね。JR の職員さんとかね。結構タフな仕事をしている方ってのは、その更年期障害にかかる余裕がないぐらい忙しく突っ走るみたいなこと言われてますけどね。まあだからといって暇な仕事だからかかるってもんでもないですし、更年期障害にかかった人がみんなね、のんびりしてるのかったらそうでもないんでね。そこはそれぞれのコンディションによるかなと思いますけど。でも、性格的には、神経質で真面目で几帳面な人ってのは、この更年期障害になりやすいと言われています。つまりは、重い責任に自分なりの意義を感じていた人が、そのポストを離れた瞬間に、楽になるんだけども、何かね、つっかえ棒が取れたみたいに、やる気を失っちゃって、そのまま更年期障害っていう形でございます。まあ、だから、やっぱりね、40代とか50代で気をつけた方がいいのかなと私は思ってるんですよね。はい、ちょっとコメント、もう一回見てみましょうか。いくつか飛ばさせていただいてね。コウジさん、うちの家、家内は現在更年期障害で、結構辛そうにしていますね。ああ、なるほど、そうなんですね。女性はその辺顕著に出てますよね。男性の更年期障害ってのは今まで年齢のせいとか、仕事のストレスのせいでされてましたけども、そうではなくて、やっぱり、暮らしの中に、人生の中に更年期障害になるリスクっていうのがいろいろ潜んでいて、できればそういうものを避けながら、事前にいろんな手を打ちながら、年齢を重ねた方がいいのかなと、私なりに思ってるんですけど、どうですかね。実際、更年期障害になると、どういうふうな状態になるのか、更年期障害を避けるためにどういう暮らしがあるのか、更年期障害になったらどういうふうな周りはケアをすればいいのか、様々ね、考えられることがあると思いますんで、皆さんと一緒に、その辺も話し合っていければ幸いでございます。また、コウジさん教えてください。はい。で、更年期障害は、なぜ起こるのかってことを、やっぱりね、何度も何度も考えるんですけども、やっぱり原因は、重度のストレスや環境の変化などで、血液中の男性ホルモン、つまりテストステロンが急激に減少することによって起きるらしいんです。だから、徐々に減少した分には緩和できるんですけども、まあ何回もお話しているように、すごくね、重要なポストについてた人がそのポストをポンと外れたりとか、リストラされちゃったりとか、退職されたり、ね、円満退職だって。今までのポストがなくなって定年退職に入ってのんびりと人生に急に入りますよって言った時に急激にテストステロンが必要なくなってガーンと減少するとそうなるそうなんですよ。だから徐々に軟着陸させる必要があるんですよね。少しずつ役職から重要なポストを抜いていって少しずつ少しずつ軟着陸させると。
急激に落ちちゃったらやっぱりね、それが環境の変化に耐えられない精神状態があるとそういう風になっちゃうのかなと思うし、なかなか耐えられる人はいませんからね。まあですので熟年離婚を機会に更年期障害がいきなり出たみたいなこともあるみたいなんですよね。まあいろいろと原因はありますんで、それこそ一人一人違うケースバイケースなのかなと思います。まあですんでね、やっぱり自分の状態と適切な対処療法を知るために、まあ診察っていうのが必要なんでしょうね。で、男性ホルモンの分泌が急激に減少すると、男性の更年期障害、つまりは LOH って言われるらしいですけどね。この症状が顕著に現れやすくなるということで、最近はですね、ストレスをどういうふうに扱っていくかってことがよくテーマになるそうです。ちなみにですね、女性の更年期障害っていうのは何歳から来るのかなっていうことも今回レポートにさせてもらったんで、まとめますとね、女性の一生っていうのは4つのフェーズに分かれるらしいんですよ。主には思春期って言われる10歳から20歳前ぐらいの時ですよね。それから性成熟期って言われる、まあ自分が恋愛に最適な状態で、まあ妊娠にも適した状態っていうようなね、まさに女性としての機能をもうフルマックスで生かす状態の時、これが性成熟期というらしいですけども、これが20歳前後から40代半ばぐらいまで続くらしいんですよ。まあ、それからですね、季節に春、夏、秋、冬っていうのがあるように、思春期という春の時期に対して、思秋期というね、人生に秋の時代が来るというふうに言われてますけども、これが更年期と言われる40歳半ばから50歳半ばぐらいまで来るそうなんですよ。ですんで、その時の生活環境は、パートナーである男性がどのようにケアしていくかってことにも、まあ一つね、大きな課題があるのかなと思いますけども、その辺私はね、どういうふうにやっていけばいいのかなと、今から考えているところなんですよね。まあなんせ今の奥さんが更年期に入るまでに、まだね、15年から20年ぐらいの時間がありますので、私としてはこれから、10年、20年かけて、まあ奥さんの更年期をね、軟着陸させるために、あの手この手を打っていきたいなと思うわけなんですけどね。はい、それから女性の4つのステージなんですけども、最後に、高更年期以降っていうのがあります。これがだから50代半ば、60代とか70代にやってくるそうですよね。まあ、こうなると、まあ逆に安定してきてるっていうかね、女性として、本当に真っ当に、真っ当にっていうかね、真っ当という表現がどっかにあったんで使っちゃったんですけども、まあなんていうのかな。ちょっとね、私まとめているところがここで途切れてますんで、今思い出しながら話しますと、まあいい意味でね、女性ってものを俯瞰して見れる。そういうふうな、立場になるそうなんですよ。女性として俯瞰して見れるね。そういえば若い頃こうだったよねとか、あの頃は子育てに忙しかったよねとか、それから、ゆっくりと落ち着いて自分が女性としてどうだったのかってことを生産できるっていうね。まあそれをまとめて、まっとうにっていうふうな形で表現してたと思うんですよ。だからまともじゃないっていうね、そういうところではないですからね。そこは誤解なきようにお受け止めください。だから今ね、コメントいただきましたけども、辛そうにしているところに気づいてあげるっていうのは、周りにいる、まあ男性とかね、家族の役割なのかなと。やっぱこう気遣いの言葉一つとっても違いますし、そんなに長い間やらなくてもいいんですけども、肩をね、ちょっと揉んであげるとかね。そうすることによって、触れることによってものすごく女性っていうのは安心するそうです。まあこれ男性も安心するんですけどね、触れることってすごく大事なんで、まあ40代とか50代の女性の肩にちょっと触れてあげるっていうね。家族のケアっていうのは、思ったよりも効果が出るそうですよね。手をね、こう揉んであげるみたいなのがいいと思います。血行が実際良くなるそうなんですけど、それ以上に精神的にセラピーの効果があるみたいで、自分の家族に触れてもらうっていう機会っていうのは、女性にはものすごく大事らしいんですよ。だから女性は子育ての時に、子供に触れてますけども、実は触れられてるんですよ、あれはね。触れたくて、触れてもらいたくて触れてる。接触してるらしいんですよ。で、最初は、恋愛をしてる、思春期には、大好きな男性に触れていただける、触れているっていうのが、ものすごくね、こう、テンション高めてくれたりとか、精神状態をいいところに用いてくれるらしいんですよね。で、性成熟期には、もちろん、パートナーとの関係もあるんですけども、子供と触れ合えるっていう時期なんですよね。でも、子供が自分の手を離れて、もう旦那さんも自分にあんまり触れてくれなくなると、触れられなくなるんで、この更年期障害が加速するらしいんですよね。そういうふうにまとめられてたのをちょっと思い出しました。まあですんで、40代から50代になってきた女性に対して、もう、よくね、手を繋いであげるとか、チャーミーグリーンじゃないですけどね、昔の CM みたいに。おじいちゃんおばあちゃんになっても手を繋ぎながら、スキップして歩けるような関係が望ましいらしいですね。はい、
で、女性の年齢っていうのは4つのステージに分けるっていうことでお話ししましたけども、40代に差し掛かる頃から、その卵巣の機能が衰え始めて、月経の周期も次第に不規則になっていくので、その時にやっぱりこう、触れてあげることをね、さらに意識しながら、まあ、いやらしく触れるわけじゃないんですけどね、ちょっと手をつなごうかとかね、コートをかけてあげるとかね、これからでしたらね、やっぱりこう、まあ、一緒に過ごしつつ、なんかこう、触れ合える機会を持つことかなと思うんですよね。だから一緒に行動するってとってもいいわけなんですよ。で、時にはね、ちょっと若い頃を思い出して、恥ずかしくなく、こう、食べてみるって感じで、こうやって、あーみたいなのやるのもすごくいいらしいですよね。で、そういうふうなね、思春期にはやりたくてしょうがなかったことが、40とか50過ぎると恥ずかしくてできなくなるんですよ。でもその恥ずかしくてできなくなることをまたやってあげることによって、10代の頃の精神状態に戻りやすいということなんですよね。それが更年期障害を、こう、避けるための行動の一つであるというふうにも書かれてましたんで、私もね、奥さんが40代になった時には、あーんってやってあげようかなと思いますよね。まあ今でも結構やるんですけどね。じゃあ、男の更年期障害に話を戻しますけども、実際にこれ更年期障害じゃないかなっていうふうに気づいた時は、何かの受診を受ければいいと思うんですかね。あ、あやさちゃん、おはようございます。ときめきがないわ。ときめきましょう。ときめきメモリアルです。お、先輩おはようございますと、コウジさんからも声が入りましたね。で、男性の更年期障害なんですけども、まあ、男性がね、まあ、私もそうですけど、更年期障害じゃないかなと思った時には、更年期障害専門の外来がなければ、症状に合わせて受診するかを選ぶことになります。主には受付で、こんな症状なんですけども、更年期障害だと思うんですよね、みたいにお話しすると、適切なところを案内してくれます。まあ、例えばね、前立腺の症状が出ている場合は、泌尿器科になりますし、うつの症状が出ている場合は、心療内科ということになるかなと。ですね。コウジさん、皆さんおはようございます。ありがとうございます。今日も皆さん、私のサブチャンネルからの放送に集まっていただきまして、ちょっと私もほっとしますね。サブチャンネルの放送は結構ね、怖いですよね。誰も来ないんじゃないかなっていう思いがいつもする。いや、嬉しいですよ。思えば Facebook ライブを5年ぐらい続けて、視聴者は20人から30人ぐらいが安定したと思うんですよ。まあ Facebook っていうのは Facebook 友達がマックス5000人なんでね、だから集客媒体としては結構濃い関係は作れるんだけども、多い人数は作れないっていうところがあってね。で、そのうちに YouTube ライブっていうのがリリースされましたんで、そっちの方にね、 Facebook を捨てる勢いで来たんですけども、結局 YouTube ライブに来てよかったなと思うのは、 Facebook ね、やっぱ今でも稼働してるんですけども、まあ悪く言えば Facebook から他のプラットフォームに移れなかった人が居残っているっていう部分があるんですよ。で、やっぱりね、Facebook たまに行くんですけども、私がビジネスをバリバリやっていた頃の、Facebook 友達は、今ちょっとあまり活動してないかなと思いますよね。小野崎さんとかがね、結構、まだ Facebook をよく活用されてて、その代わり YouTube の活動がなかなかなくなっちゃったところですけどね。まあ、LINE の方はね、よく送られてきますよね、小野崎さんね。小野崎はじめさんですけどね。小野崎さんとはもう2014年からの付き合いなんで、結構長くなりましたけども。なかなか、なかなか面白い案件をね、よく紹介してくれますね。大好きでございます。お、関係おじさん、おはようございます。はい。じゃあね、関係おじさん、今日はね、更年期障害がテーマでお話してきたんですけども、まあ、佳境に入ってきました、お話も。更年期障害はどのぐらいで治るんでしょうかって話から、更年期障害の対処策までお話していこうかと思います。で、更年期障害の治療にかかる期間っていうのは、およそ1年ぐらいらしいです。いろんなものがあると思いますけど、1年ぐらいかけてじっくりと治した方が、その後の暮らしも更年期障害を避けながらやっていけるそうなんですよね。で、血液検査とか唾液検査で、男性のホルモン、テストステロンとか、それからね、別の皮質ホルモンっていうのを測定するんですよね。で、基礎疾患が多くある場合は、レントゲンですとか、心電図とか、呼吸器科、こういったものも検査を行う必要がありますけども、いろんな方向からアプローチして、そして、更年期障害の治療に1年かけていくってことになりますので、結構ね、医療関係の方とか医師の方と、これをきっかけにいい関係が築けると思うんですよ。で、私もこの前ね、受診に行ったんですけども、私の担当医の方がね、私と同年代なんですよ。同じぐらいの年齢で、2つ3つ上なんですよね。まあ、ですんでね、やっぱこう、就職氷河期も一緒に経験してますし、まあ、ベビーブームもね、一緒に経験してますし、まあ、趣味も合うんですよね。で、やっぱこう、診察を受けながらね、
砕けた話になるんですよ。で、昔ね、ナイトライダーっての見てたんですよってお医者さんが言ってたんで、ナイトライダー僕、車持ってますよって言ったら、マジっすか？今度乗せてくださいよみたいな話になってね。で、今度ね、一緒にドライブに行くようになって、あ、医師の友人ができるって、もう頼もしいなと思うわけなんですよ。で、YouTube もやってるんで、見てくださいねっていうふうに言ってるんで、そのうち見てくれると思うんですけどね。まあ、できればね、その私の担当医の方も今度 YouTube に出てもらうように交渉してみようかと思うんですけどね。まあ、出てくれないと思いますけども、私はちょっとインターネットはとか言ってましたね。でも、バリバリ医療関係のインターネットは使いこなしてるんですけど。で、男性ホルモンが乱れるとどうなるっていうことでね、お話を進めていこうと思いますけども、男性ホルモンは、性機能維持とか、精子生成の働きがあるんですよね。つまりはやっぱりこう、女性を妊娠させるための動きです。ですから、男性ホルモンが減ると、ED が起きやすくなるんですよね。だから今、その ED 治療っていうのも結構メジャーになってきてますけども、まあ、他にも、射精感の減少とか、感度の低下、要するに、女の子とね、ちょっと、そう、ベッドを共にしてもあまり感じなくなってくるとか、立たなくなってくるみたいなことがあるんですよ。そうなると、パートナーとの関係が悪化したり、まあ、ベッドに誘う回数が減ったりとかね。まあ、プラスアルファ、男性としての自信喪失につながるんですよ。まあ、男性って、まあ、いろいろありますけども、まあ、私だけかもしれないですけどね、どのぐらいね、性的欲望がね、剥き出しになれるかっていうところがあると思うんですよ。もちろんそれは人間社会のモラルがありますんで、あっちにもこっちにも手を出せばいいと思うんではないんですけどね。まあ、結婚した以上は、ある特定の人、まあ、奥さんに対して、ものすごくね、そういった自分の性癖とかを正直に話してね。で、それをまあ許してもらうみたいな感じがありますけどね。いや、そういうのはね、結構盛り上がるんですよね。この辺にしておきましょうか、話はね。小野田さんはラジオやってるイメージ。あ、あやさちゃんね。うん、ラジオ確かに。ごめんなさい、ラジオですね。関係さんおはようございますと、コウジさん。で、あやさちゃん、更年期は男女ともに性的な関係を多く持つことで改善があるそうです。そう。そうなんですよ。だからね、好きなパートナー同士が性関係をずっと持とうかなと思ったら、それなりにおしゃれにするし、小綺麗にするし、相手にも気遣うし、ムードもお互い作るし、みたいな感じで、それが食の乱れを正すことにもなったり、生活習慣を合わせることになったりするんですよね。まあ、ですんでね、男女が、全く別のライフスタイルを送っていると、生活の不一致とかで別れてしまうことっていうのは芸能人中心にありますけども、やっぱりそういうのも参考にした方がいいんじゃないかなと。同じ時間に寝れば、当然寝ながら手をつなぐ瞬間も多くなると思うんですよ。でも生活がバラバラだったら、そもそも時間をどっちかどっちに合わせるみたいなことになって、もう最初からね、あんまり折り合いがつかないってことになっちゃいますんで、同じようなライフスタイルを送って、同じような価値観を持って、一緒に食事をするっていうのは同じようなものを食べるってことですからね。で、そういうこともやっぱりこう、生活の不一致から一致への、トライなのかなと思うんですよね。で、性関係を多く持つと、男性ホルモンも充足しますし、先ほどお話したように女性も触れられることによってね、女性ホルモンが低下を抑えることができますんで、やっぱ性関係がいいことっていうのは、人生全般にですね、更年期障害を避ける効果はあるんではなかろうかと考えますね。はい。では次はどこだったかな、コメント。はい。関係おんじさんは、コウジさんおはようございます。で、ノクさん、おはようございます。皆さん、割と規則正しい生活しています。更年期考えたこともなかったわ。うん。そうなんですよね。ノクさんね、逆にね、私もそうなんですけども、生活習慣が整ってきたのは、皮肉なことにね、仕事を手放したからなんですよね。仕事をやってると、職種によっては、すごく規則正しい暮らしで、日曜日が休みで、朝6時に起きてみたいなのが決まってくるんですけども、なんかね、何もしなくても、仕事のためじゃないんだけども、同じような時間に起きて、同じような時間に同じ行動してみたいになってますね。ちなみに私の場合は、朝食は、まあ、ほとんど取らないんですよ。で、お昼は、奥さんと一緒に、外食か自炊なんですよね。で、大和くんは、スクールで取りますんで。で、夕食は、大和くん込みで、3人で5時に取るんですよ。12時に食事、5時に夕食。このペースで、6時にはお風呂、7時には寝る、なんですよ。このペースがね、なんか決まってきたんですよね。最近は7時になってもちょっと外が明るいんで、もうちょっと時間ずらしてもいいかなと思うんですけども。まあでもね、規則正しい暮らしに結構落ち着いてきたんで、なんかそう考えていくと、精神的な安定もあるし、日々ルーチンってのが本当にね、誰かに求められるでもなく決まってくるんで、なんかストレスフリーで暮らしが作れてきたかなと思うんですよね。だから突発的な用事が何も入らないんで、それはちょっと暮らしやすい。なと思いますね。
昨日はね、ちょっとね、幼稚園のね、見学に行ってきたところと、あとは結婚記念日がありましたんで、私のね、ちょっとそれをね、家族で祝ってもらうみたいな機会があったんで、ちょっとイレギュラー入りましたけども、まあでも夜にはまたね、5時ぐらいに軽くサラダだけで夕食をとって、昨日はお昼にちょっと多めに食べたんで、夜はね、サラダと味噌汁だけにしたんですよ。で、軽く食べて、それから睡眠をとって、3時ぐらいに起きてきたみたいな感じなんですよね。で、今に至るというね。3時に起きても3時間後にはこのライブ放送をね、ぼちぼち終わろうかっていうペースですから、本当にもう、何、ライフサイクルっていうのは、仕事がなくってこう決まってきたってことですね。で、仕事を持つと仕事的に生活が不規則になる方もいますし、仕事がもうパチッと規則的なんで、サラリーマンみたいに。同じ時間に出勤して、同じ時間に帰る、同じ時間に昼食みたいなペースが、持たれたりするんですよね。だからそこはね、人それぞれなのかなと思いますけども、私の場合はサービス業だったんで、どちらかというと、生活がガタガタになって、でも仕事は絶対にやるみたいな。もう深夜営業もありましたんでね。それから早朝出勤もありましたんで。なんかなかなかのね、生活破壊者だったかなと思うんですよね。それはまあ、私の雇っている従業員にも同じような思いはさせてきたってことだと思いますんで、やっぱりね、サービス業ってのはお客様第一になるがゆえに、自分の家族は後回しっていう、まあ皮肉な状況かなと思いますよね。はい。ノクさん、更年期考えたこともなかったわ。私もね、あんまり考えたことはなかったんですけども、でもね、やっぱり準備はしてましたね。30代ぐらいからずっと。将来更年期障害にならないように、更年期ってのは何なのかなとか。本当に、老化によって更年期障害が引き起こるのか、更年期障害によって老化が顕著になるのかとかね。まあずっと考えていたんですけどね。で、あやさちゃん、スキンシップ大事。うん、スキンシップ大事ですよね。人はやっぱこう、触れ合うことによって、何かこう、あったかさとかね、安心とかっていうのがあるんじゃないかなと思います。昔から病気の手当てって言いますけども、手を当てるだけで治った気がするとかね。それが非常に大事なことなんじゃないかなと思うんですよ。お医者さんが診察するときに患者さんに触るってこともすごく大切ですし、まあ昨今ね、リモートとかソーシャルディスタンスみたいな概念も出てきましたけども、あんまりそのソーシャルディスタンスもやりすぎると、人間対人間の不信をすごくね、生むんじゃないかなと思うんですよ。なんで人は距離を取るのかなとかね、なんで自分のことが気持ち悪いと思われてるのかなみたいな余計な概念が入ってきたりとか、あと常にね、マスク状態で話をしていると、まあ、誰と話してるのか分かんなくなってくる。目しか出てない。町内会とか行くと、もう誰が誰だか区別がつかないんですよ。みんなそこそこ年取ってるし、帽子かぶってるし、マスクしてるでしょ。で、大体メガネしてるんですよ。みんな同じ顔だ、みたいなね。誰さんでしたっけみたいなことになっちゃうんですよ。だからやっぱり、まあ、裸の付き合いって昔から言いますけどもね。なんか、日本人らしく、銭湯で近所の人が一堂に会するみたいな場所が失われたところからなんかケチがつき始めて、向こう三軒両隣ではなくて、インターネットの向こうの人になったのかもしれないですね。まあ私の場合おかげさまでインターネットの向こうの人っていう信頼が絶大なんで、近所の人との相互もあんまり起きないんですけども、隣の人とは何年も話してないけども、ネットではいろんな人と話してるみたいなね、このバランスもちょっと不具合を生むのかなと思うんですよ。やっぱ人ってのは、コミュニケーション取った人と、なんか直接的な関わりを持ちたいっていうふうな本能はあるんじゃないかなと思うんですよ。まあもちろん私の理屈で言うとね、コミュニケーション能力が高ければ、一度も会わずに最大の信頼関係を築けるとも思うんですけど、その辺はまだ回答は出ておりません。はい。スキンシップが大事。ノクさんおはようございます。先輩、頭はスキンなんだけど。これね、なんか最初、コウジさんのキャッチコピーってのありましたよね。歯もない、髪もない、金もないとかって始まってましたよね。私が最初にコウジさんの動画を見たのは、頭にタオル巻いてサングラスでね、で、マスクみたいなこうもして、なんかこう、昔で言うね、この学生運動みたいな感じだったんで、お、これなんか腹座ってるなと思ってね、興味を持っていろいろ動画見ちゃったんですけどね。でも本当にユーモアのセンスが溢れていて、トークが上手でね、で、すごく愛情深くって、義理人情にもろくてみたいなからで、まあ一気にね、私の方が浩二さんのファンになりましたね。はい、あやさちゃん、何歳になっても毎日キスぐらいはないとね。そうですよね。やっぱりこう愛されてるって思わせることっていうのはお互いに必要な演出なのかなと思うんですよね。いやん恥ずかしい。面白いですね。浩二さんの魅力満身、もう満開ですね。もうね。はい。ではね、
更年期障害にならないためには、もしくはなった時にはどういうふうな食生活を送ればいいんですかってことで回答したものをまとめましたんで、皆さんにもシェアしたいと思います。男性は20代から30代に男性ホルモンの分泌がピークを迎えて、40代後半に私ですね連れて減ってくるのが一般的なんですけども、この減少する男性ホルモンの一つをテストステロンというのは以前もお話した通りです。そして男性の更年期障害とテストステロンの減少にはものすごく関係があるんですよ。これは女性にはない、更年期障害の特徴の一つです。男性ホルモンの一つ、テストステロンが減少することによって男性は更年期障害になるという、この因果関係があるんですよね。で、このテストステロンは体内で生み出されて、原料となるのは何かというと、実はコレステロールなんですよ。私は幼い頃にコレステロールの溜めすぎは良くないと言われましたけども、実はコレステロールはテストステロンの 分泌にはね、欠かせないものなんで、実は取らないといけないんですよね。で、コレステロールの取りすぎっていうのは、まあ、逆に取りすぎちゃやっぱり良くないんですけども、取らなすぎはこういうふうな更年期障害のリスクを高めますんで、やっぱりね、取った方がいいってことになります。で、これはいろんな情報をまとめてみないと、はっきりとしたら申し上げられないんですけども、コレステロールの取りすぎぐらい取ろうと思ったら、これはね、かなり骨が折れるそうなんで、通常はあまり気にしなくて、例えば生卵1日3個ぐらいだったら全然気にしなくていいらしいんですよ。ですので、コレステロールは、プラスアルファで取っていくぐらいでよろしいかというふうに私は思ってるんですよね。でもその前提として、バランス良い食事ってのがなければいけません。バランス良く食事を取った上にコレステロールをプラスアルファで取るみたいな形らしいんですよね。お肉食べなきゃね、本当にね。いいお肉をいっぱい食べるといいと思います。でも、バランス良い食事って言われても何食べればいいんだろうっていうふうに思っちゃうんですけども、男性ホルモンとか更年期障害を避けるためには男性女性共通で食べた方がいいものははっきりと昔から決まってるんですよね。それは一つ目には玉ねぎです。玉ねぎはミスター M さんとも話し合ったんですけども、もう食べ過ぎるぐらい食べても全然問題ないんで、玉ねぎは多いに食べましょうってことです。一日一玉二玉、それこそね、玉ねぎを焼いて、でそこにちょっと塩コショウなどタレなどをね垂らして甘くなった玉ねぎを食べるぐらいでもいいそうなんで、まあ、何かね、ハンバーガーでも食べたいなと思ったら、玉ねぎ1個を刻んで食べた方がいいぐらいの感じは私しますね。もちろん玉ねぎばっかり食べていてもね、ちょっとね、苦いな、辛いなってところがあると思いますんで、まあ、できればですけどね。あと玉ねぎ1個食べなくても、いろんなものにこう、ブレンドして、それこそ野菜炒めにして食べるとかっていう方法もあります。玉ねぎを取っていきましょうってことになります。あやさちゃんも玉ねぎ大好きです。私もね、玉ねぎ大好きなんですよ。毎日食べても飽きないですね。さっきもね、食べました、玉ねぎ。ちょっと息がね、玉ねぎ臭くなるんですけども、気にしない。そこは、マウスウォッシュで中和します。はい。そして次。3つ、バランス良い食事をあげるとしたら、1つは玉ねぎなんですけど、2つ目はですね、ネバネバ系ですよね。納豆なんてのは安くて手に入って、テストステロンの分泌で、更年期障害を避ける。これにはものすごくいいんで、納豆を私は毎日食べるようにしてます。それから同じネバネバ系でオクラですよね。オクラと納豆を混ぜるともっといいと思いますけどね。で、山芋。これもネバネバ系の代表格で安く手に入ってたくさん取れるんで、いいんじゃないかなと思います。玉ねぎ、納豆、オクラ、山芋。この辺を取っていくといいんじゃないかなってところですよね。プラス、もう一つ食材を挙げるとしたら、亜鉛ですよね。亜鉛ってのはね、ちょっとね、コストが上がります。例えば、牡蠣なんですよ。牡蠣は今もうシーズンが終わっちゃったんで、ほとんどね、スーパーでもお見かけすることはないと思いますけども、牡蠣ってそこそこ値段するでしょ。でも牡蠣を食べた方がいいらしいですよね。それからうなぎです。うなぎもなかなか手に入りにくくなってきたんですけども、今度牛の日もね、始まりますんで、牛の日ぐらいは食べた方がいいかなと思うのと、やっぱうなぎはね、スーパーでも買えるんですけども、うなぎの専門店で、国産のしっかりと白焼きしたのを食べると一番いいらしいですよね。まあちょっと3000とか4000しちゃいますんで、日々食べようってことにはなりませんけども、ちょっと考えてもいいかなというところでございます。はい。牡蠣やうなぎをそんなにね、食べてらんないよって。苦手だし、金もかかるしみたいに思う方はレバーでもいいそうです。お肉屋さんに行ったら必ず牛レバーってのあると思いますんで、このレバーをね、しっかりと焼いて食べると、これでもテストステロンの補充にはなるそうです。いや、レバーって言ってもね、肉嫌いなんだよね。レバーってなんか生臭いじゃんっていう方、大丈夫です。お味噌汁にワカメを入れましょう。
わかめもテストステロンの補充にはいいんで、もしかしたらいろいろ言いましたけども、牡蠣やうなぎやレバーを食べるよりも、わかめで味噌汁を一日一杯飲んだ方がいいかもしれないですよね。そして言うまでもなくなんですけども、大豆もテストステロンの増加にはいいと思いますんで、獣系のね、タンパク質が取れない方っていうのは、こういった植物からのタンパク質、大豆を使うといいと思います。最近はモスバーガーでも、大豆から作ったお肉のハンバーグっていうのが出てますんで、その代替ハンバーグってやつですよね。まあ、これなんてとってもいいんじゃないですか。私もね、一度食べてみたんですけども、いやね、お肉ですよ、あれは。もともとが大豆なんて思えないですよね。お肉を食べてるような感覚の大豆です。まあ、モスバーガーちょっと高いんで、逆にね、安く食べようと思ったら、モスバーガーおすすめできないってことになっちゃいますけども、でも大豆は安く手に入りますんで、結局は納豆やお豆腐を食べたらいいよ、みたいなね。ね、味噌汁にわかめ入れるみたいな、ザ・日本食が出来上がるわけなんですよ。はい、ノクさん、ミスター M さん、懐かしい名前。ね、ミスター M さんも活躍してくれてますよね。最近 YouTube の更新見ることがなくなったんですけども、実はね、広島にも行きます、みたいなことがあったんですよ。で、感染症のおかげでね、ちょっと中止になりましたけどね、またお会いできるんじゃないかと思ってます。あやさちゃん、山かけそば、いいですね。亜鉛はお味噌汁に入ってるのが売っています。おお。うちの味噌は亜鉛入り。あ、味噌汁がやっぱりいいですね。和食って何がいいかっていうと、本当は成人病とか更年期障害を避けるものが全て入ってるんですよね。焼き魚にしてもそうですし。やっぱり西洋文化、洋食ってのは豪華で憧れるんですけども、日常の食事には適さないのかもしれません。だから外に行くときは、まあステーキだのね、ファーストフードでいいんですけども、一般的に通常家で食べるのは和食の連続がいいのかもしれませんね。はい、コウジさん、27日に便利屋の仕事が入っています。可能であれば動画撮影させていただきますので、また送らせていただきますので。あ、ありがとうございます。うん。どのぐらいの分量と作業と時間でどのぐらいのお値段になったのかっていうふうな事例がたくさん集まると、多分オーダーしやすくなると思うんですよ。もちろんね、ライバルの会社から、まあ研究材料にされちゃうっていうリスクはあると思いますけども、まあけどね、やっぱり私はね、事業者の魅力で仕事って取っていけると思うんですよ。で、そのために私の YouTube も少しながらね、ちょっと協力できるかと思いますので、ここに今日ライブ放送にお祭りの皆様もね、コウジさんの事業が、もう本当にね、多くの方に受け入れられるように、ちょっとみんなで盛り上げていきましょう。まあ、コウジさんの応援団ですからね、もうみんなで。ノクさん、大豆って大豆でしたっけ？そうそう、納豆って大豆なんですよ。うん、なんか納豆でもいいと思いますよ。納豆は食べていますね。ノクさんさすがですね。なんかあれですね。私たちは本当に気が合いますね。食生活まで。焼肉パーティーもいいんですけども、納豆パーティーでもしましょうか、今度。どれだけ納豆を食えるかみたいなね。うん、確かね、YouTuber のプロタンっていう人がね、筋肉ムキムキの童顔の男の子なんですけども、なんか一日中納豆を食べるみたいな YouTube やってましたね。一日中、なんかヨーグルトを食べるみたいなのもやってましたけど。YouTube 面白いな、本当にね。あやさちゃん、玉ねぎ、わかめ、亜鉛入り味噌汁、下半身が元気、大事でございます。じゃあちょっと長くなりましたんで、そろそろまとめに入っていきますけども、最後にね、やっぱり私がね、肥満を恐れる理由に、テストステロンが低下してしまうってことが分かっているんですよね。うん。肥満でもテストステロン、つまり男性ホルモンが低下してしまいますんで、女性はちょっとまた別の事情があると思いますけども、男性の場合は肥満をするとテストステロンが低下するんで、やっぱり脂肪分を排除して筋肉をつけるためにウォーキングですとか筋トレを多少した方がいいのかなというふうに思ってるんですよね。で、また50から改めて私も筋トレをね、スタートして、今でも多少やってるんですけども、ちゃんと体系化してね、メニューにしたやつを公開しながらやっていこうかと思うんですよ。まあ、それで、50歳から始める筋トレとかね、50歳から始めるビジネスとか、50歳から始めるなんとかかんとかっていうテーマで、いくつかちょっと話題をね、分解して、新しい放送媒体、隠居 TV2 みたいなことにね、発展させていこうかと思います。まあ、YouTube がいつね、こう、お役御免っていうかね、さよならってなるかわからないところで、新しい展開をこれからもね、いろいろと考えながら進んでいこうかと思うわけですね。また、50歳を待たずして、いつ前倒して始めるのか分かりませんけども、とにかく常に今日ゼロリセットして、今までの過去におんぶに抱っこするんではなくて、今日から新しいチャレンジャーとしてっていう気持ちで日々取り組んでいきたいなと思っております。よろしくお願いします。あいさちゃん、
ブナシメジもいいですよ。おー、ブナシメジね。うん。ちょっとブナシメジも今日スーパーに行くんで、ちょっと見てみますね。うん。なんかいろいろと調理方法も考えつきますんで、ブナシメジね。美味しそう。ありがとうございます。それでは本日の放送は以上です。更年期障害について皆さんと一緒に考えていきました。今日は、じゃあ、お昼にはたこ焼きだな。ね、清美さんのところのたこ焼きで、また今日も楽しく過ごさせてもらいます。ありがとうございます。じゃあ、あとちょっとロスタイムを持ちながら、徐々に終わっていきますんでね、コメント書き途中の方は書いちゃってください。もしもコメントないよって方は、突然この放送終わりますんで、ご用心ください。ね、平和な世の中が早く来るといいですね。あの、ガチンコマッチョクラブじゃないや、ガチンコファイトクラブの竹原慎二さんというね、プロボクサーの方がいますけども、YouTube とかすごく今人気なんですけども、竹原さんっていうね、がんのステージ4から食生活で復活してきたとも言われますし、もちろん、がん治療の専門医とかもついてたんでしょうけども、今またね、チャンピオン級のパンチをね、繰り出して、喧嘩自慢をバッタバッタとやっつけてますけども、すごいですね。まあ、こういうふうな50になりたいなと思うんですよ。竹原さんって昭和46年生まれだったと思うんで、私の1個上なんですよね。だから同じ年代、同じ年齢として考えられるんで、こんなすごい50歳がいるなんて、本当なんかこう、希望が出てくるなと思います。あ、浩二さんありがとうございます。どうもありがとうございます。タコもいいんですよね、更年期。うん、タコもいいですね。タコね、高くなってきましたけどね、かなり。でも私、お寿司屋さんに行ったらタコは必ず食べるんですよ。まあ、お寿司屋さんに行く機会は減りましたけども。あ、そう、スシローがね、近所にできるんですよ。むちゃくちゃ近くに。もう、楽しみですね。いつできるのかわからないですけども、ゴールデンウィークにぶつけてくるのかな。うん、スシローね。よし。乾杯。あ、いってらっしゃい。お、ちょっと待ってよ。清美さん、楽しみです。先日病院の帰りに北海道物産展来たよ。ヤマト君のもあるよ。わあ、ありがとうございます。ヤマト君と一緒に行きます、お昼。清美さん、いつもありがとうございます。では、たこ焼きな一日を。